皆さんこんにちは。米大リーグ MLB のドジャースの大谷翔平選手が29日インスタグラムを通じて結婚したことを報告しました。大谷翔平選手は、いつも温かい応援をいただきありがとうございます。シーズンも近づいておりますが、本日は皆様に結婚いたしましたことをご報告させていただきますと伝えました。続けて、新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが、2人1匹もで力を合わせ支え合い、そしてファンの皆様と共に歩んでいけたらと思っておりますとし、まだまだ未熟な点も多々あるかと思いますが、温かく見守っていただければ幸いですと呼びかけました。お相手は日本人女性です。明日の囲み取材で対応をさせていただきますので、今後も両親族を含め無許可での取材等はお控えいただきますようよろしくお願い申し上げますと合わせて英文でも報告し呼びかけました。以下、大谷翔平選手の報告文は、いつも温かい応援をいただきありがとうございます。シーズンも近づいておりますが、本日は皆様に結婚いたしましたことをご報告させていただきます。新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが、2人1匹もで力を合わせ支え合い、そしてファンの皆様と共に歩んでいけたらと思っております。まだまだ未熟な点も多々あるかと思いますが、温かく見守っていただければ幸いです。お相手は日本人女性です。明日の囲み取材で対応をさせていただきますので、今後も両親族を含め無許可での取材等はお控えいただきますようよろしくお願い申し上げますと、インスタグラムに投稿した報告文章の隅っこに愛犬のデコピンも添えられていました。大谷翔平選手の心にホームランを放ったお相手はどんな方なのでしょうか。まだまだ情報が出ていないので、後日行われる囲み取材に注目が集まります。そこで今回は過去に上がった大谷翔平選手の結婚条件や今まで熱愛が疑われた相手などご紹介します。大谷翔平選手の結婚条件はズバリ10個だと言われています。過去の大谷翔平選手はインタビューで、ずっと笑っていてくれる人がいいです、ただおちゃらけている人とかは嫌ですけど、普通にニコッとしてくれる人、身長があんまり小さいと一緒に歩いていておかしいことになってしまうから身長が高い人の方がいいと話していました。その他、これまで出ている情報から大谷翔平選手の結婚条件をまとめると、1、ずっと笑っていてくれる人、普通にニコッとしてくれる人、2、身長が高い人、3、スポーティで爽やかな感じ、4、チャラチャラしてない人、男女ともに、5、明るい人、6、ハキハキしてる人、7、誠実な人、8、控えめな人、9、頭がいい人、10、甘えさせてくれる、引っ張っていってくれる人。この中で大谷翔平選手自身が、チャラチャラした人は男性も女性も苦手と話しています。身長が高い人というのは、モデルやもしかすると大谷翔平選手と同じくアスリートの中にも身長が高い人がいるので、広く同じ業界になるかもしれません。また大谷翔平選手の兄弟は姉が1人います。そして子供の時から甘えっ子で母親大好きだということから、もしかすると年上の女性が好みなのかもしれません。年上女性だったら包容力もあり、ハキハキしていて引っ張っていってくれそうな感じもしますね。大谷翔平選手の母親は元バドミントンの選手で、身長も170センチメートルと大柄な方です。大谷翔平選手はママ大好きで甘えん坊だったということです。大谷翔平選手の家族はとても仲がいいことでも知られています。それは子供の教育方針でもよくわかります。子供の前では夫婦喧嘩はしない、テレビは家に1台だけで家族みんなで見る、食事は楽しい雰囲気で一緒に食べる、テストの点が悪くても怒らず頑張ったねとねぎらう、温かい目で見守っていく、こんな雰囲気がいい家庭にできるのも母親の佳代子さんの存在あっての大谷家だったからではないでしょうか。大谷翔平選手は子供の頃から好きなようにやらせてもらったとインタビューで言っています。こんな家庭環境だからこそ、結婚条件にあたっても根底には母親の佳代子さんの姿があるのではないでしょうか。大谷翔平選手の結婚条件には両親の NG があり、
女性アナに関して釘を刺されていると言われています。女子アナだけでではなく女優も NG とか、両親は自分たちもスポーツ経験者であり、大谷翔平選手の結婚条件としてアスリートがいいというのがあるようです。どうやら大谷翔平選手本人そして両親も結婚条件としてスポーツに理解があり、支えてくれる相手が理想というところのようですね。では今まで大谷翔平選手と熱愛が浮上したお相手を見てみましょう。大谷翔平選手と熱愛が浮上したのは18人いるようです。大谷翔平選手は派手なアナウンサーや芸能人はあまり好みではないと言われています。ですが取材などで接点が多い方とは噂になるケースが多いようです。また注目度が上がるにつれて何の接点もない人との結婚説が浮上するケースもあったそうです。それでは順番にご紹介していきます。歴代彼女1人目、三田由里香さん。大谷翔平選手より7歳年上の三田由里香さん、大学時代は硬式野球部のマネージャーで、野球の勉強のため1年間アメリカに留学したほどの野球通です。そんな三田由里香さんは大谷翔平選手が高校の頃から取材を通して付き合いがあります。大谷翔平選手が2013年の1月にドラフト1位で日本ハムに入団した時も取材しています。この時の三田由里香さんが獲物を狙う目と言われ話題になりました。しかし三田由里香さんは大谷翔平選手とはかなり身長差もあり、上目遣いになるのは仕方ないかもしれません。また2018年4月には直撃ライブグッティでとわざわざ宣言したことで話題に。夏休みはアメリカに野球を見に行くと友人に語っていた。インスタに手作り弁当をアップしているのは大谷翔平選手へのアピールなどの理由で、アメリカに行くのも大谷翔平さんへの告白旅行との噂も。しかし三田由里香さんは2020年1月に一般人の会社員と結婚しています。大谷翔平選手とはただの噂だったようです。歴代彼女2人目、朝比奈彩さん。美人モデルでタレントの朝比奈彩さんは大谷翔平選手の1歳年上です。大谷翔平選手との出会いは日本ハム企画のイベント鎌ヶ谷チームランフェスタ2014。朝比奈彩さんは三愛水着のイメージガールで、陸上経験があることから応援ランナーとして参加。この時大谷翔平選手も鎌ヶ谷の施設で自主トレ中で飛び入り参加されました。爽やかなアスリート同士のツーショットがお似合いだと話題になりました。そして翌年2015年3月12日の日本ハム対ロッテの始球式に朝比奈彩さんが登場したことも話題に。朝比奈彩さんが始球式に選ばれたのは大谷翔平選手と付き合っているからではないかと噂されました。しかし朝比奈彩さんはこの噂を否定しています。朝比奈彩さんは2016年6月のさんま御殿2時間スペシャルに出演した際に、大谷翔平と付き合ったらいいやんとさんまさんから言われましたが、その一度だけなんですよ。会ったのは1回しか会っていないわけじゃないですか。それで噂だけがどんどん広まっていくのが本当に嫌ですと熱愛の噂をきっぱり否定しています。歴代彼女3人目、久慈暁子さん。久慈暁子さんと大谷翔平選手は1994年生まれの同学年で、出身地も同じ岩手県奥州市、家も近所で幼少時からの知り合いなのだそうです。共通の知人もいらっしゃるとか。2014年の12月には2人の地元奥州市の広報誌奥州で活躍が期待される新成人の2人と題して新成人向けの対談を行っています。久慈暁子さんは当時のんのの専属モデルなどをされていましたが、とてもお似合いなお二人で話題になりました。2015年1月には2人で奥州市の成人式にも参加しています。久慈暁子さんはその後2017年にフジテレビにアナウンサーとして入社。スポーツニュース担当で大谷翔平選手とは取材現場で会う機会も多かったようです。久慈暁子アナが大谷翔平選手にアタックしたという噂もありますが、大谷翔平選手のタイプではなかったとも言われています。歴代彼女4人目、加藤綾子さん。加藤綾子アナは大谷翔平選手より9歳年上です。そんな加藤綾子アナは
ポーツライフヒーローズの司会として大谷翔平選手に接近。取材では野球には関係のないプライベートな質問をし、同席した広報に止められています。この時の加藤綾子アナの様子について SNS の反応は、距離感近くね、目が円マークになってる、カトパン目がハート、加藤綾子アナが大谷翔平選手を狙っているように見えると話題になりました。大谷翔平選手は結婚について、目標となると結婚となるんですかね、この人かなとなったらしたいなと思いますとさらりと答えたということですが、大谷サイドはこれ以降日本人女子アナの取材はお断りとなりました。加藤綾子アナは2014年にダルビッシュ有選手と密会デートを報じられた過去があり、球団側から警戒されたようです。その後も加藤綾子アナが大谷翔平選手を狙っているという噂が絶えませんでしたが、加藤綾子アナは2021年に一般人の男性と結婚されました。歴代彼女5人目、一ノ瀬ひとみさんは大谷翔平選手より9歳年上です。2016年10月に大谷翔平選手の熱愛報道があり、そのお相手が一ノ瀬ひとみさんではと噂になりました。その時の週刊誌に、大谷選手は北海道の大スターだし背も高くて目立つので札幌では彼女も作れませんとよく言っていました。でも地方局の A さんなら遠征先で待ち合わせもできる。実際遠征先の試合を A さんが観戦している姿が何度も目撃されていますと記載がありました。理由としては、熱愛相手の A 子さんと一ノ瀬ひとみアナの特徴が一致していたからです。大谷翔平選手は一ノ瀬ひとみアナと2015年にタレントや野球選手を交えた飲み会で知り合ったと言われています。実際一ノ瀬ひとみアナは大谷翔平選手の遠征先の試合会場でよく目撃されていたようです。遠征先で待ち合わせてデートしていると噂されましたが、ツーショット写真などはありません。熱愛報道のお相手が一ノ瀬ひとみアナだったのかは不明ですが、どちらにしても進展はなかったようです。一ノ瀬ひとみアナは熱愛報道後、交際6ヶ月で中京テレビの男性ディレクターと結婚しています。またこの熱愛報道の相手と大谷翔平選手は一番濃い関係だったとも言われています。歴代彼女6人目高橋遥さんは大谷翔平選手より4歳年上ですが、大谷翔平選手に接近していると噂されました。当時の報道は、北海道の A テレビに勤務する T アナ26が絶好のポジションにいるのだ、 A テレビは日本ハムの試合も中継しています、しかも T アナは局のアナウンサーとして何度も札幌ドーム入りしている、女子アナが大谷を取材できないと言っても試合中継を担当する際にそれはいくら何でもありません。この T アナは地方のテレビ局に所属するアナウンサーながらちょっとした有名人だ、過去には人気卓球選手との交際を騒がれたことがある。この報道によると、大谷翔平選手に近づく T アナの特徴はこちら。北海道テレビの女子アナ、年齢は26歳、当時人気卓球選手との交際を噂されたことがある。これが北海道テレビのアナウンサー高橋遥さんと一致すると話題となりました。高橋遥さんは卓球の松平健太さんと交際を噂されたこともあります。しかし大谷翔平選手とのツーショット写真も熱愛の報道もなく、ただの噂だった可能性があります。高橋遥アナは2019年6月に一般男性と結婚しています。歴代彼女7人目、稲村亜美さん、神スイング&神ピッチングで注目を集めるタレントの稲村亜美さん、大谷翔平選手と同じ時期に同じ大阪でインフルエンザにかかったことで憶測を呼びました。大谷翔平、2017年4月8日京セラドーム大阪、試合後発熱。稲森亜美、2017年4月8日甲子園始球式発熱。実は稲森亜美さんは2016年7月にソフトバンク対日本ハムの始球式を行っており、相手が大谷翔平選手でした。稲森亜美さんはこの時大谷翔平選手をベタ褒めしていました。こうしたことから熱愛の噂に拍車がかかったようです。
しかし2人のインフルエンザは違う種類だと判明。大谷翔平、インフルエンザ B 型、稲森亜美、インフルエンザ A 型、感染源も違いますし、稲森亜美さんも交際の噂については完全否定されています。歴代彼女8人目、市川かなさん。陸上選手の市川かなさんは大谷翔平選手より4歳年上です。2人は2016年頃に交際しており、結局破局したとの噂です。2016年の市川かなさんの誕生日に北海道で一緒に過ごしたアスリートフードマイスターの資格を大谷翔平選手のために取得した。2016年の日本ハムの優勝直後におめでとうとツイートした。削除済み。遠距離恋愛だったので破局した。確かに市川かなさんは2016年の誕生日は北海道にいました。そしてアスリートフードマイスター、食育アドバイザーと上級食育アドバイザーの資格もお持ちです。愛知県出身で中日ドラゴンズファンだと思われる市川かなさんですが、日本ハムが優勝した時に日本ハム優勝おめでとうとツイートしており、削除済み。日本ハムには特別な思い入れがありそうです。ですがもし本当に交際されていたとしても破局済みということです。歴代彼女9人目、中条あやみさんと大谷翔平選手との噂の元は2016年の一般人のツイートです。世田谷で中条あやみさんと大谷翔平さんが2人で歩いているのを見た。大谷翔平選手は当時千葉県の鎌ケ谷市にある球団の優勝寮に住んでいました。ところが日ハムのコアなファンの間で朝帰りの姿を目撃された。世田谷区の住宅地にいた目撃情報があったとの情報が広まっており、そのお相手が中条あやみさんだと噂されたようです。しかし中条あやみさんと大谷翔平選手の接点は2014年の始球式の時だけです。大谷翔平選手は選手としてこの試合に参加していました。2人でツーショットの写真を撮られたこともなく、熱愛報道もないことからただのガセネタだったようです。目撃情報のツイッター現 X も拡散後にすぐに削除されてしまったということです。歴代彼女10人目、宮島奈美さん。宮島奈美アナと大谷翔平選手との噂の元になったエピソードはこちら。目覚ましアクアって大谷翔平選手の記事を読み上げた後にファンだよねと言われ赤面した。サマーズの神木といで大竹和樹さんのことを2回も大谷さんと呼んでしまったなど、大谷翔平選手を意識している様子が話題となりました。しかしツーショット写真やデート現場の報道もなく、ただの噂だった可能性が高そうです。歴代彼女11人目、高梨沙羅さん。高梨沙羅さんと大谷翔平選手は札幌テレビ STV の企画で2017年に対談をしています。当時22歳だった大谷翔平選手は日本ハムに所属し、北海道が拠点でした。北海道出身の高梨沙羅さんとは北海道が誇るビッグアスリート同士ということで、対談が実現したようです。対談はこの一度だけでしたが、ほっこりとした雰囲気の2人がお似合いだと話題でした。ただこの後大谷翔平選手は渡米していますし、実際に交際する時間はなかったのではないでしょうか。歴代彼女12人目、川口春奈さん。川口春奈さんは2018年5月にロサンゼルスエンゼルスの試合を観戦しています。インスタに観戦の様子をアップ。ところがこの会いに来ましたという表現が意味深だと話題に。ですが川口春奈さんの渡米の目的は仕事でした。その後も2人の熱愛報道はありません。歴代彼女13人目、加納舞子さん。加納舞子さんは大谷翔平選手より6歳年上です。2人の熱愛が噂になったのは加納舞子さんの SNS がきっかけです。2018年に加納舞子さんがつけていたブレスレットと大谷翔平選手のブレスレットがお揃いだと話題に。加納舞子さんは身長が 180cm でフードマイスターの資格もあり、大谷翔平選手にお似合いだと言われています。2人の出会いは大谷翔平選手の栄養管理士大前めぐみさんの紹介だと言われています。大前めぐみさんは全日本バレーボールを担当したことで
加納舞子さんとも親しいようですと加納舞子さんが頼み込んだと報じられています。そんな匂わせを連発していた加納舞子さんですが、ジャニーズ WEST の桐山明人さんとの熱愛が発覚。大谷翔平選手との熱愛疑惑を否定しなかったのは本命の隠れ蓑だったのかもしれません。歴代彼女14人目、アレックス・カリーさん。スポーツ専門の放送局 FOX スポーツ WEST のアレックス・カリーさん、大谷翔平選手より7歳年上の人気スポーツキャスターです。大谷翔平選手がメジャーで1号ホームランを打った時、ヒーローインタビューをしたことでも知られています。アレックス・カリーさんは球団関係者やメディア関係者に対して、大谷を紹介してほしいとお願いして回るなど猛アタックをしていると報道されています。しかしアレックス・カリーさんは2016年にミュージシャンと結婚しており既婚者です。大谷翔平選手に近づく目的はお仕事だと思われますが、グラマラス美人なので噂になったようですね。歴代彼女15人目、カマラニデュンさん。ハワイ出身のソフトボール選手、カマラニデュンさんは大谷翔平選手より3歳年下です。インスタでのツーショットが熱愛の噂のもとです。日付は2018年ですが、確かにかなり親密そうに見えます。しかしカマラニデュンさんには8年以上付き合っている彼氏がいるようです。私が大谷と付き合っていると雑誌社に垂れ込んだのが誰なのか本気で知りたいと、カラマニデュンさんは交際を否定しています。アメリカでも日本でもツーショット写真だけで熱愛の噂が広がってしまうようですね。歴代彼女16人目、黒髪の美人日経リポーター。女性とのデート現場などの報道がない大谷翔平選手ですが、目撃証言があったのがこちらの報道です。店で見るときは毎回エンゼルスの帽子をかぶっている。女性と来ることもあるよ。私の友達が言うには、日本人女性みたい。彼はいつも優しそうでナイスパーソンという感じだね。日本食スーパーの常連客が大谷翔平選手と女性が2人で買い物していた様子を目撃しています。女性は20代の黒髪の美女で、2020年頃から噂になっているようです。しかしその正体は大谷翔平選手を取材するケーブルテレビの日経リポーターだと言われています。歴代彼女17人目、ニコール・ヌートバーさん。ニコール・ヌートバーさんは2023年4月に WBC の日本チーム優勝に貢献したヌートバー選手のお姉さんです。大谷翔平選手と同年代でアメリカ育ち、カリフォルニア大学ロサンゼルス校でアスレチックトレーナーとして勤務されています。大谷翔平選手との交際報道はありませんが、アスリートを支える妻としてふさわしいとして注目を浴びました。大谷翔平選手とヌートバー選手が兄弟のように親しそうだったことから、お似合いだと考える方も多かったようです。ですがただの噂話だったようで続報もありません。歴代彼女18人目、田中みな実さん。アメリカ生まれのフリーアナウンサー田中みな実さんと大谷翔平選手は2023年4月頃から熱愛の噂が浮上しました。2人の間に接点はないのですが、噂の発端は山田邦子さんが重婚希望、大谷翔平が気になるという動画です。山田邦子さんは大谷翔平選手にお似合いな相手として田中みな実さんを候補の一人に挙げています。田中みな実さんの他にも数名の女優さんの名前が挙げられ、スポーツ紙が報道しましたが、直後にその記事を削除。この動きに対し次のような説が浮上し報道されました。大谷選手を本気で狙っていた田中が怒って記事の削除要請をした。この説が拡散された結果、会ったことも話したこともない2人の結婚説が一人歩きしたと見られています。田中みな実さん自身も街中で出会った子供から、大谷翔平さんと付き合ってるんですかと聞かれたそうですが、田中みな実さんは2023年12月のラジオ番組でこの噂を全否定。田中みな実さんは8歳年上ということもあり、お友達からスタートする余裕もないとコメントされています。大谷翔平選手のお相手は誰なのかと予想される中、チームメイトの山本由伸選手の姉とも関係があるのではと候補に上がってきています。山本由伸選手の姉は
小学校で英語の教師をしているそう。山本由伸選手と大谷翔平選手は仲が良いため、もしかしたら表に出ていないお嫁さん候補の一人なのかもしれませんね。これからの囲み取材など今後の展開からも目が離せません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。